石金、はい、TV の石金です。こんばんは。2021年5月28日の動画日期となります。金曜日でした。皆さんお疲れ様でした。石金、えーね。今週どうでしたかね疲れましたかねはい。やりきりましたかねはい。えー、っとですね、えー、今日はですね、えーまあ、昨日に引き続き、あのー、午前中にブログの時間を設けると、がっつり設けるということでやってみました。はい。で、今日も昨日に引き続きスマホをね、郵便ポストに えー、作業中はポインと置いて隔離して、えー、集中、えー、がっつり集中して作業することができました、はいで今,日ね、今日も引き続きあのやっぱりあのしっかり時間を、ね、確保できていると、えー、なかなか、ね、あのブログも、ね、頭が働いて、えー、進むんだなってことが分かって今日はあのデザインブログの,あの2列の、ねえー、表があるんですけども、えー、声優さんの一覧記事とかでよく使っている表、えーえーと 左側に、えー、とキャラクターの名前があって、右側にそのキャラクターを担当している声優さんの名前を、ねえー、書いてるっていう表があるんですけども、2>, うん、2列の、はい。それの色がね、今までずっと,そのさ、まあえー、とサイトの、まあ、デフォルトの色で、まあえーとえー、と背景色がまあちょっと薄い灰色みたいな、うん、のと、右側がただの白だったんですけども、ちょっとね、えー、と枠の色とか、えーと、表の枠の色とか、 えー、その背景色をちょっと、あのーまあ、参考にしてるサイトを参考にしながら、えー、ちょっとね薄いオレンジ色にしてみましたこんな感じですね、はい、どうですかこう左側がキャラクターの名前で、えー、右側が、えー、その声優さん担当声優さんみたいな感じでこうやってちょっと枠をオレンジにしたりとかね線もちょっとなくしたりなくすとかなくしたりとかしてちょっと工夫してみました、はい、ちょっとまたここの一番上のところがね微妙なんでまた明日以降、えー、ちょっともう少し可愛くしていきたいと思いますはい でね、すごくね、でもちょっとね、えー、やっぱどんどんアレンジ加えていくすごくね、楽しいです。はい、試行錯誤して。はい、で、えー、っと、もう一個ブログは、えー、っと、あれですね、あの呪術回戦の、えー、っとカテゴリーっていうのがあって、そこにまあ、用語集、えー、用語解説の記事だったり、キャラクター紹介の記事だったり、えー、まあ、あとはその、えー、いろいろね、あるんですけども、えー、そのね、呪術回戦の、えー、記事に一括で、えー、新しく今日、 Call ー o action CTS CTA とーアクシっていうのを、えー、追加しました。これはあのアフィリエイトのリンクを貼って、えー、いますという感じで、こんな感じで、まあ、すごいあの業務委託の、えー、先の、えー、とメディアを結構その参考にして、えー、こんな感じであの追加しました、はい。こんな感じですね。はいえーとまあ、その u n ク x トってやつで、あの第一はね、全 59ページがね、無料でね、立ち読みできるんですね、このリンクからたどると。で、えー、こういうのを貼って、ちょっと、あの、ここから、えー、もし、新規登録したら、えー、僕にいくらか入るみたいな、そういうのをね、アフィリトなんで、ちょっとこれをね、一番ね、まあ、えー、コンサルトアクセスを稼い,稼いでくれてる、ジュース開催の基地に貼ることで、どれだけのこうコンバージョンというか、その収益が、えー、収益化が図れるかなっていう、ちょっとね、あのお試しで、ちょっと。 えー、入れてみましたはいでちょっとね、1ヶ月とかね、まだまあ、今日入れたので1ヶ月とか見てみて、ちょっとね、いろいろ文言とか場所とか改善しながら、どんどんこう、まあ、せっかくやるんだったらねやっぱ収益化につなげたいので、このアフィリエイトの部分もちょっと頑張っていきたいと思います。はい、えー、でですね、えー、そんな感じかな。はい、はいでククリッね結構ね今日 そうですねあの全体で60回ぐらいクリック先みたいなされていて、まあ、ただ、ね、全然、そのなんだろうなこの、特に登録までは全然至ってないので、まあ、じっくりじっくりちょっと進めていきたいなと思います。はい、えー、で、3個目が、えー、と今日はね、えー、お昼、昨日行ったんですけど、マッサージ屋さんに行ってきました。はい、でラフィーネっていうね、えー、全国三300店舗ぐらいあるのかな、お姉さんが言ってたんですけども、ラフィーネっていう、この。 このマーク見たことありますかねはい。っていうのがラフィネありました。はい。で、ここでちょっと、まあ、だいたい1時間半ぐらいかな、12時10分から、えー、帰ったの13時30分ぐらいだったいうのは、まあ1時間30分、大体ぐらい、ちょっと、あのーあのー、マッサージしたりとか、ちょっと最初のお話聞いたりとかいう感じでありました。はい。で、そうですね、あのー、前何回か同じ商店街の通りで行ったことがある、 もう一個の、もう少し、ね、安い、もう今日は3000円のギフト券があったんで、えー、3700円ぐらいになったんですけども、もともはね、6000円ぐらい、6000円以上するところなんで、ちょっとやっぱりその前行っていた29%ぐらいの、えーまあ、3000円ちょっとのところとはやっぱりね、こう雰囲気も、店内の雰囲気も違うし、ちょっと、えー、やっぱりねこう、気持ちよさみたいなのが、ね、ちょっと違いました。だいぶ、えー、頭 もう凝ってましたし、肩も首も、えー、あとここ,ここら辺とかね、とか、あと足,足腰とかね、えー、あと足首とか凝ったんですけども、結構あのほぐしていただいて、すごく、えー、よかったです、満足です。はい、で、あと、終わったあとね、ハーブティーもいただいて、すごいいい香りのハーブティー今日、ちょっとこのスヌーピーちゃんで今飲んでるんですけども、かわいらしいハーブティーを、えー、いただきました。はい、これですね。 このハーブティー、さっきインスタあげたんですけども、このなんか可愛いやつ2個、えー、いただきました。このね、この茶色い袋の方は、えー、なんかね、開けたら10パックも入ったんで、もうこれで毎日今晩もう飲んでるんですけども、ここから10日間で毎日夜寝る前に飲んで、ちょっとぐっすり眠れるようにしたいと思います。で、実際今飲んでるんですけども、すごくね、なんかいつもより、えー、心が落ち着いて、なんかこう、ゆったりリラックスした気持ちになれているので素晴らしいなと思います、ハーブティー。はい。 で、えー、そんな感じで4個目がですねあ今日はね、えー、まあ一応花金ということもあってちょっと、ねまあ、1週間頑張った自分に、えー、ご褒美じゃないけど <laughs> まあご褒美っていうご褒美でもないけどあのいつも行ってるセブンイレブンで豆腐と、えー、唐揚げ棒を買ってですね唐揚げ棒めちゃくちゃ久しぶりに買いました美味しかったで豆腐と唐揚げ棒を買ってカレーと残り物カレーとあとはコーンポタージュおばあちゃんからもあってやつ。 でこんな感じでしましまたもうね野菜がないでもね豆腐久しぶりに食べためっちゃあ美味しかったですだから3パック入ったんでまあ明日から朝ごはんにちょっと取り入れたいと思いますであと卵もね久しぶりに、えー、買ったので、えー、朝ね目玉焼き作って、えー、豆腐と目玉焼きと納豆ご飯と味噌汁でちょっとね、えー、しっかり朝食べて頑張りたいと思いますでこれでもう十分ね僕はね幸せですねはい で、あとはですね、あ今日は早めに終わりそうだな。はい。で、えー、と今日はちょっと、あの、仕事の方で、あのー、まあ、Canva っていうね、デザイン、KDDI がやってる Canva っていう有名な、えー、デザインツールがありまして、まあ、その、いろんなね、デザインテンプレートが用意されてるとか、フォントとかもいろいろ用意されてて、えー、本当にグリグリするだけで、そのデザインの仕事でも、えー、すごい素敵な、えー、画像だったりとかね、インスタの画像とか、えー、いろいろ、 えー、作れるっていうのがありましてそれをまあうちでは使ってるんですけどもでそのまあ、えー、いつもよく、えー、広報とかねいろいろやっていただいてる、えー、方にちょっとあのキャンバーの,その使い方ロからっていうかね画像作り方ちょっと軽く教えることが今日ありましてそれでちょっとまあ、えー、まあ電話つないでもよかったんですけどもなんか ふとひらめいて、えーこのね、スマホで、あのーまあ、実際パソコンの画面を僕が操作して映して話しながらやったら方がなんかお互いに時間も使わないし分かりやすいんじゃないかと思って今日やってその動画を送ったら結構も、ね、すぐそれで分かってくれて、えー、パパッと、ねえー、操作してくれたんで、えー、あこれはいいなと思ってなんかそれで、あのーまあ、今この動画日記は、まあ、この、まあ、動画日記とあと えーモノマネね、時々やったりとか歌を歌ったりとかあとフリースピーしたりとか、えー、そういうのしかやってないんですけどもまあなんか、えー、もうプラスアルファでまたね新しいジャンルを切り開くっていう感じで、えーね、ツールのなんかいろんなツールの操作方法をこう本当に画面映して、えー、紹介するっていうのもね、えー、やったら なかなかこう面白い、まあ、自分がね、自分が面白いんじゃないかなって。えー、で、それでもしブログみたいな感じで、まあ、動画でそういうやり方を検索する人もいると思うので、全然今の時代は。はい。なのでそういう人にも向けて、ちょっと意識に TV をね、えー、知ってもらうチャンスが、まあ、ね、 広がるというか増えるんじゃないかなと思ってちょっと、まあえー、やってみようかなって思います。はい。まあみんなが困っていそうなツールの使い方とかね、えー、tips 的なことをちょっと発信して、動画でもね、発信していきたいなと思います。はい。えー、そんな感じかな今日は。はい。えー、なので今日はあとはですね、まあ結構ね、リモートワークも今日忙しかったし、まあでもすごく、えー、まあこれからちょっと一気に進みそうな感じで、 いろいろやることはまだまだ盛りたくさんなんですけども、本当に楽しいので大丈夫です。はいであとは、アートそうですね。えー、と今ヒー、僕のヒーローアカデミアの、えー、アニメの第5期かなが、えー、やっています。イ、は、体、い、オープニングが、えー、猫で有名のねあのディッシュの、北村匠海君がいるディッシュの、えー、とナンバーワンという歌を歌ってるんですけども、オープニングね。で、その今、声優一覧基地が、まあ、うちあの自分のブログであります。はい そっちでねちょっと今日確認したらあの今となんかその UA 高校っていうその舞台があってその A 組と B 組がえなんかこうクラス対抗みたいな感じでまあバトルしてるんですけどもその A 組がまあ主人公たちがいるメインのとこで今までえずっとねあれしてたんで B 組がねえここで多分ね今本当に久しぶりに。 久しぶりなのかなで、メインで出てきて、ちょっといろんなキャラクターの新しい声優さんとか情報が解禁されてるんで、ちょっとそこをね、僕のブログの声優一覧基地はちょっと網羅できてなかったんで、ちょっと今日寝る前にこれからやろうと思います。はい、そんな感じで、えー、明日ももくもくあのブログ作業したいと思います。はい、こんな感じでですね、今日もありがとうございました。はい。えーっと、そうですね、あのー、明日も皆さん休日楽しんでください。僕も楽しみます。よろしくお願いします。バイバイ。